はい、どうもこんにちは、フィスです。今日なんですけども、アウディ洗車していきたいと思います。よアウディ洗車していくんですけど、はい、まあ、洗車っていうか、まあ、洗車道具何使ってるのと、ほうほうほう、そっちをこうフォーカスしたいなと。なるほどですね。思いまして、今回このアウディを、洗ってそして拭き上げっていうこの2つの、まあ、展開にしようと思ってるんですけど、うん、その時に洗いの時は何を使ってるのか、そして拭き上げの時は何を使ってるのかみたいなのをご紹介できたらかなと思います。なるほど。で、まあ、いろいろちょっと考えたんですけど、やっぱこう本当に日頃僕が使ってるものを紹介できたらなと思って、うんうんうん、たまにこうなんかこうカーシャンプーここのブランドがいいからとか、この結構高価なこのブランドがどう違うかとか、まあ、そういうなんかこう比較動画とかもたまにこう見たりするんですけど、うん、そうじゃなくてまずはちょっと僕がこういつも気に入って使っているものっていうのをこう紹介させてもらって、うんうん、あーそうそうそう、ちょっと待とう、ぶちあーちょちょちょ、はい、おー、なんやそれ、はい、切り替え早いな。まあ今からまず洗っていきたいと思います、うん、はい、ここでね、ちょっと何をじゃあ使ってるのかっていうのを紹介したいので、ちょっと持ってきます。はい、了解です。Pさん、ピーさん、これピーさん、お、ちょっと、おい、ピーさん、どうなっとったここは、何やこれは、ピーさん、これ大、これ誤算じゃないですかこれ、ちょっと言っていいですか、言っていいですか、はいはい、どうぞ。僕いつもここでは洗車してないんですよ。ああなるほど。撮影のためにいい場所ないかなっていうのでここにたどり着いたんですけど、僕がいつも行ってる洗車場に同じようなこういうあるんですよ、これが、うんうんうん、これ自由に運べるんですけど、なんかここ、これなんか鎖でこう繋がっとんですわ鎖でこうナルトのあの15みたいなオロチマルのあのアジトに捕まってた時の15みたいな、めちゃめちゃ細けえな、これ、これね、これが、まあ、ちょっとここで、はい、ちょっと何ここ場所、はい、まず洗いです、はい、洗いが洗いです、はい、こちら2つあります、はいはい、はい、これ、どこから読んだ方がいい、これかな、あ、洗浄液が白く、あ、いらんかな、乾いても汚れの際付着なし、うん、すすぎが早い、うん、クリーミーシャンプー、うーん、豊富な泡立ちで強力洗浄、うん、ノーワックスノーコンパウンドで洗い上がりすっきり、うん、全塗装色対応、はい、コーティング試行車にも対応、うん、危ない危ない、1000ミリリットル、おー、はい、こちらです、言い過ぎやろ、はい、と、もう一個、あ、行くんやそのまま、こちらです、行くなこれ全部、化学反応で強力汚れ落とし、車丸ごと鉄粉クリーナ ー全塗装色対応、イエロー色は除く、じゃあ全塗装色って書くな、なんやね、はい、ということで、ツッコミも入れよったわ、はい、この2点をちょっと使っていきたいんですけどこれ特にこっちは、はいはい、もうね、何年かな、6年、7年ぐらい、ほうほう、まあ、もうずっとこれ使ってます、あ、もう愛用してらっしゃると、はい、もうずっと使ってて、ほう、何がいいかっていうと、そのコスパなんですよ、ほう、で、まあ値段とかも紹介したときちょっとメモしたんで、はいはい、あ、メモ、あ、すいませんどうぞ、はい、すいません、はい、まず、あ、ゆうさん、あ、ゆうさんじゃない、おい、ちょっとお前、おい、光、はい、線路切ってもらう、いや、ごめんなさい、ちょっと、そんなことできないです、どうなっとかって2回目っす、今日2回目っす、いいですか、頑張りましょう、頑張りましょう、このシャンプーですね、はい、シャンプー、シャンプーは999円、おお、999円、1000ミリリットルで、これ後で見てもらったら分かるんですけど、はい、本当にこう、まあ、クリーミーシャンプーって書いてるけど、はい、マジでこれ泡がすごく立ちます、おで、フィーさん落ち着いて、何、落ち着いて、ここ以外通るとこ見えそうないっす、線路なんで、すいません、どこまで話したっけ、泡が立ちます、泡が立ちまして、はい、で、たまに、はい、なんかね、あれ何なのかな、撥水、うん、撥水能力もありますシャンプーみたいなのがあるんですわ、おうほうほう、車付きの人は分かると思います、うん、撥水剤も一緒に入ってるみたいなシャンプーがたまにあって、ほうほうほう、それは
泡がほぼ立たんよね。なるほどなるほど。泡が立った方が、うん、その洗車が楽しくない。うん、まあそうですね、間違いないです。だからやっぱこう泡立ちがいいシャンプーが俺は好き で、うん、でかつこれ1リットル入ってる。なるほど。で1000円です約、うん、これなかなか安い。なかなか安い。本当に安い。ほう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 。これ使ってる人多分全然いると思う。ああ、いらっしゃるんですね。そもそもが。はあ、はあ、はあ。これマジで車そもそも乗ったばかりの人とかおすすめなの、うん、なるほど、はい、いいですね。本当にめっちゃおすすめです。ぜひと、はい今度飛行機で来たはい、はい、ということでもう一個が、はい、これまあいわゆる鉄粉取りですね、うん、これが799です。おお、また安いのかなこれは。鉄粉取りは正直俺もいろいろ使ってた。ほうほう。大体多いのがこれスプレー型なんですけど、はい、鉄粉取りシャンプーみたいな感じで。あ、そんなのがあるんですね。みたいにこうスプレー型じゃないやつ、はいはいはい、が結構多い。へえ。俺の今まで使ってきた中でいろいろ経験した上で、はい、スプレー型にしとった方がいい。おお。というと。なんでかっていうとめっちゃしやすい。ああ、なるほどですね。もうシンプルに。そう。だからもう絶対こっちの方がいいと思う。っていうので順番的には最初こっちをして、はい、その後こっちをするんで。なるほど。まあ、その紹介を今日はさせてもらえればなと思います。うん、はい。はい。了解です。ということで早速ちょっとこちら濡らしていきますね。はい。水でね。こちらですね。準備しましょう。はい。お願いします。カルボナーラみたいですね。あ、やばい。なんて？ミスりました。ごめんなさい。いや、なんか卵白の卵白、いや、ごめんなさい。すいません。すごくない？これ。いや、これすごいですね。うん。今からちょっと洗うんですけど。はい。これがこのクリーミーシャンプー。なんかやっぱ泡立つ。タイミングがユウさんすごいっすね今日。あ、ユウさんじゃない、ヒズさん。ヒズさんやめて、その笑い方はやめて。 泡がすごいでしょ。泡がすごい、泡がすごいですね。これでちょっと洗っていきたいなと思って。はい。はい。お、なんかこれが言ってんのが、この洗ってる時にこう泡がこう立ってくれる。はいはいはい。のがやっぱりこう洗車ってこう楽しいのかな。なるほどですね。泡があってなんぼと。泡がこう立ってくれる方が洗車こう楽しく感じる。そうですね。うん。かなって思う。はい。なんて？すごい泡ですね。やっぱいいよね。車好きはやっぱ乗らないでね。うん。洗車しないとね。愛がね、湧きますからね。あ、愛着っすね。すいません。見せました。もう夕方やね。なんでこんな時間に。すいませんでした。起きたら。はい。起きたらもう集合時間です。いや、もうむしろ集合時間すら超えてました。びっくり超えたよね。今日はびっくりしましたね。あ、びっくり超えた、本当。珍しい方ですよね、でも。うん、ここまでやるとは、ね。はい、次に、はい、ホイール洗います。ホイールですね。アウディの時は、はい、ブラシで洗ってます。ほうほう。もうブラシでこう、もうシンプルにこう擦りながら、うん、ハマーはねちょっともうでかいから、うん、あのスポンジで
行っちゃってんだけど。うわ、すごい取れますね。見てください、このね、テレビショッピングみたいな。もう本当はあのブラシで取って、はい、って感じかな。うん、まあ普段もこういう風にされてるっていう感じですね。だいたいほうほう、こんな感じ。スポンジとかももうなんかもう本当オートバックスとかで、うんうん、売ってるような、もう普通のいいと思うし、もうブラシもそうやし。あ、これもオートバックスで、うん、ああそうなんですね。これ普段もうオートバックスか、もうマジでドンキ。あ、なるほど。ドンキってなんかね、店舗による。店舗による。さっきからちょっと来て。あのさ、やばい、そうなんですよ。さっきからさ、なんか今度あの、うん、この洗車場の自販機やろ。そうですね、自販機のなんか追加のやつやで来て、何人かで。そうなんですよ、自販機の追加のやつやって、大体一人で来ん。そうなんですよね、初めて。なんか今3、4人おらん。うん、3、4人いる。3、4人来た。ちょっとわかんないですよね。あ、自販機じゃないっすね、あれ。なんかいろいろ出してます。いろいろ出してました。ちょっと多分業者、ここの業者かもしれない。ここの業者。うん、じゃあ何も言わねえ。うん、続けよう。はい、洗い終わりましたので。はい、あ、一つポイント言っていい？ポイントどうぞ。もうね、今ちょっともう日中だから、はい、もう泡正直乾いたよ。はい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 、本当ですね。今日はね、撮影だから、はい、もう本当こういう日中にしてるんだけど、はい、俺基本夜にします。お、なるほど。やっぱり夜の方がね、ここ日光がまずないから。うん、なるほどですね。乾いちゃうので、うん、なるべく夜にできる人は、うん、多分夜にした方がいいと思う。なるほどですね、これ大事なポイントですね。ということで、一旦洗い流します。はい、はい、お願いします。はい、で今、こっちのシャンプーで洗った泡を、はい、今流しました。はい、で、こっちの鉄粉取りの方を今からしていきたいんですけど、うん、はい、これ最初に言っておきます。はい、どこでも大丈夫です、どこにかけても大丈夫。おお、なるほど。今日はまあ分かりやすいように、もうボディだけちょっとしていこうと思います、うん、なるほど。で、ボンネット、ボンネットと、ルーフ、ルーフ、うんうん、2点にこうやっていこうかなと思います。はい、ほんと使い方簡単で、はい、まず、こちらを、もうスプレーしていきます。はい、で、ほんとこんな感じ、ルーフもしていきます。はい、こんな感じでちょっと今スプレーしました。はい、大体俺いつもね、5分ぐらいまで放置してるんだけど、おー、この後5分放置、正式には2、3分でいいみたいな。あ、そうなんですね。2、3分この状態でもう何も触らずして、したら不思議な変化が実は出てきますので。へえ、ちょっと待ちましょうか。はい、では5分後に、はい、時飛ばし。うわ、はい、ということでね、はい、あれからまあ大体3分ぐらい経ちました。はい、ちょっと見て。はい、うわ、すごいやろ、紫になってるやろ、すごいっすね。これが何なのかっていうと、はい、鉄粉です。鉄粉、鉄粉が浮いてきて、はいはいはい、着色して、なるほど、っていうような仕組みになって。これは吹きかけただけですもんね。そうそうそう、見てください、これすごいっすね。なかなかじゃない、なかなかっすね、これ。で、まあ、これをまあ洗い流しますよっていう感じなんだけど、はあはあ、この後にいつもスポンジでバーって洗う、うん、ああ、そうなんだ。ボディ自体は、はい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 、これはね、なるほどね。さっきちょっと待ってる間に確認したら、はい、使えないものも一応あるみたいで。あら、それちょっと一応説明しておきます。はい、プロコーティング試行車、うん、ね、とアルミ以外のホイール、なるほど、あとはメッキ、メッキ、つや消し塗装のホイールとか。ああ、はいはいはい、使えない。うん、あと劣化したボディ、なるほど、傷とかひびとかが入ってたらちょっと使えませんよ。なるほどですね。で、あとはね、イエローカラーのボディやホイールって書いてるんだけど、これあのハマーのホイールが、うん、何回目、何回するとこ今日やばいっす、えぐいって。もうもうここなんでしゃーないっす、やばい、頑張りましょう。あとさ、俺らが来た時にさ、うん、ほぼ無人状態でやってない。めっちゃ人増えたけど、なんかこれピークタイムだ今。俺さっき言ったんだろ、乾いちゃうんで、なるべく夜にできる人は、うん、多分夜にした方がいいと思う。いや、夜にしろって選手は言ったばっかり、言ったばっかり。